おいやられたよおい柴田にやられたよおいまさかの夏休みを取ってたのか柴田いやー完全に騙された長年見てきたのに騙されたわ畜生んなんだよしかも休んでて金が黙ってても入ってくるとかぬかしてまったくやっぱり釣り動画だっ うっそぴょんってやるような気がするって高明と弟の高明と話してたんだよねまさかの釣りかしかも3日間ぐらい休んで動画を作りたくなかっただけらしい完全に騙されたしかも8分の動画から 広告が何個もつけられるようになるんだけどもその8分過ぎるまでの間詰め切って何も喋んねえでやるのあいつ <laughs> されたー <laughs> いやーでもねこれが本家の炎上芸だよね誰も傷つけることなく炎上芸をやりきったお見事 さすが柴田。そこらの底辺 YouTuber の炎上キャラとはわけが違う。柴田、待ってたぜ。YouTube へようこそ。